スタンリー・エルベルスは、オランダ・バスセナール出身のサッカー選手。FC ・ヘルマンシュタット所属。ポジションは FW。名前のスタンリーはオランダ語発音だとスタンレーだが、彼の場合は、スタンリーと発音する方が正しい。2009年に、アドデンハーグの下部組織に加入するまで、RKSV ドコスとユーブスでプレーしていた。2011年4月に、 アドのトップチームに昇格し、8月28日ので、フランスハップ戦でトップチームデビューを果たした。このシーズン、エルベルスはリーグ戦20試合に出場したが、ゴールはなかった。2013年7月、エールステリビジのヘルモントスポルトに移籍した。ヘルモントスポルトでは2シーズンにわたりレギュラーの座を掴んだ。2シーズン目の2014から15シーズンには、 リーグ戦で13得点を記録した。2015年8月、SBV エクセルシオールと3年契約を交わした。また、アド以来のエールィビジ復帰となる。2018年に契約満了でエクセルシオールを退団後、PEC、ズボレに2年契約で加入した。2019から20シーズンは RKC、バールバイクに1シーズンのみレンタルされた。 2019から20シーズン終了時点。ありがとうございます。